こんにちは。今日はですね、このね、日清のカップヌードル、これを食べようと思います。はい、早速食べましょうね。なんかね、時々ね、食べたくなるんですよ、カップヌードル。このやっぱね、日本人として初心に帰らないといけないっていう時があって、初心に帰りたい時はね、このカップヌードル食べるんですよ。じゃあね、早速お湯入れてきますんで、ちょっとお待ちくださいね。お待たせしました。お湯入れてきました。お湯ね、お湯入れたんですけど、これ見えるかな。基本的にお湯はですね、線のとこまで入れなくて、線よりちょっと下まで入れるのがプロの食べ方なんですよ。この2の高須美希屋の食べ方なんですよね。で、蓋しやす。でさ、さっきパッケージ開けた時に、この下にさ、このシールついてたじゃん。これってこの蓋を閉じるためのこのシールなんだけど、これって意味なくないですかね。前から思ってたんだけど、このシールってさ、いらないよね。なくてもさ、こう折れば、だって動かないんだもん。で、この上になんか物を乗っけるのもありやし、ここ折ればさ、全然蓋返らないんだよね。だからさ、なんでいるんかなと思って。まあいいんだけど。で、これお湯注いで3分待つのが普通なんだけど、2の食べ方は3分待たないですね。もう1分ですね。いや、もう1分いらないですね。もういいです。もう食べれます。じゃーん。で、蓋ね。でさ、よくさ、この蓋を取らないで食べる人っているじゃないですか。蓋をつけたまま食べる派の人と、こう蓋取って食べる派の人がいるんだけど、僕は完全に取る派です。だって邪魔だもん。なんかつけて食べた方がなんか美味しく感じるっていう人いるんだけど、なんか邪魔なんですよね。で、これね、かき混ぜるんですよ。ちょっとね、固めで食べるのがいいんで、もう1分置いてかき混ぜて食べる。で、お湯は少なめに入れたんで、なんで少なめにするかっていうと、最後にさ、その具が余るじゃん。余った具を食べるの大変じゃないですか。そのスープの下の方に溜まるから。だから具を全部食べるには、スープ全部飲まないといけないんだよね。もうそれだと、ちょっとお腹いっぱいになっちゃったりとか、塩分取りすぎになっちゃうから、だから最後に具を食べやすいように、お湯はね、あえて少なめに入れるのがね、僕の中ではポイントですね。もうこれちょっと固めなんだけど、全然食べれますんで。で、食べてるうちに大体ね、麺柔らかくなるんですよ。3分待ってゆっくり食べてると、後の方も伸びきっちゃってるから、このさ、カップ麺の麺って普通のラーメンに比べて伸びやすいと思うんだよね。で、お水ですよ。氷水、この大量の氷水 500cc ぐらいね、しっかり準備する。あの、カップヌードルってさ、食べてる時ってさ、すごい喉乾かないですか。で、やっぱりね、水が飲みたくなるのね。あの、味がついてるジュースとか、あとお茶とかでもいいんだけれど、やっぱね、カップヌードルに関してはね、水だね。しかも氷でギンギンに冷えた水。じゃあね、これ食べる前にちょっと軽く水飲みます。じゃあ、いただきます。これがっつりいきますんでね、ちょっと小腹空いてるんで。じゃあ、いただきます。うん、うまい。あとね、
カップヌードル食べると僕すごい初心に帰るんですよね。カップヌードル食ってて何を思い出すかっていうと、まずね、中学生とか高校生ぐらいの時に元山、名古屋の元山っていう地下鉄の駅があって、その地下鉄の駅の上にピエロっていうゲーセンがあって、1ゲーム50円のゲーセンがあって、そこによく自転車で行ってたんだけど、そこでカップヌードルが食べれるのよ。200円入れて出てきて、そうお湯を入れて、だゲームやっててお腹が減ってくると、まあ、そこでよくカップヌードル食べてたっていうのと、あとね、もう一口いただきます。あとはね、研修医の時にね、よく研修先の医局でね、カップヌードルとかね、他のカップラーメンとかカップ焼きそばとか食べてたんだけど、あのね、心臓外科とか麻酔科とか外科系の忙しい科に行くと、結構上の先生もね、みんなカップヌードルとかカップラーメン食べるんですよね。で、心臓外科とかいると、もう夜の8時とか9時ぐらいで、普通の医者がもう帰る時間なんだけど、突然緊急手術とか入ってきて、そうするとね、あの心臓外科ってチームで手術するから、もう医局員もう10人ぐらいね、ほとんどみんな残って手術の準備するんですよ、これから。このもう夜遅くになるのに、でも晩ご飯まだ食べてなかったりするのね。でもとりあえず手術前に腹ごしらえしとかないと体動かないんで、まあ、そういう時にね、ナースステーションにね、体でかい男の医者がね、10人ぐらい入ってね、カップヌードルをみんなでガーってすするんだよね。で、研修医の時それ見てね、かっこええって思って、やっぱね、その本当に忙しい医者とか本当に真面目で優秀なお医者さんってね、夜中にカップヌードル食うんだよね。しかもその下の若い医局員だけじゃなくて、教授とかもね、一緒になって食うんですよね。教授レベル、助教授とか教授レベルの人たちも一緒にガーってカップヌードルを食って、で一瞬で食い終わるのね。もう 1分、さっきみたいにお湯注いで1分経たないで食って、ガーッとね、3分ぐらいで食って、じゃあ行くぞ、いざ出陣みたいな感じで手術室で行くんだけどね。まあそれ見てね、かっこええって思ったのね。なので本当にかっこいいお医者さんはカップヌードルをね、食うんだよね。で、逆にね、あんまり忙しくないお医者さんなんかはそのカップヌードル食わなくて、で、そういう忙しくない科で僕がいた時に、まあカップヌードル食べてると、なんでそんなもん食ってんのみたいに言われるんで、やっぱ科によってね、全然ね、考え方が違うんだよね。もうだいぶね、これ伸びてきましたね。いい感じに伸びてきました。このね、夕方ぐらいにね、家で一人でカップヌードル食べる時間って本当ね、幸せですよね。なんかね、そろそろね、水欲しくなってきた。やっぱりしょっぱいんで喉乾いてくるんですよ。あと暑いから冷たいもの飲みたくなってくるね。で、基本的に口の中にもう物が入ってない状態で飲むのがいいですね。やっぱりその方がね、水も美味しい。ではいただきます。あー、またね、このね、水がうまい。ちなみにね、これ普通のね、水道の水です。僕基本的にミネラルウォーター飲まないんで。水道の水って、日本の水道の水ってね、すげえ美味しいし、すごい体に悪くないんですよね。日本のね、水道の水質基準ってめちゃくちゃ厳しいし、ちゃんとしてるんで、むしろその市販されてるペットボトルのミネラルウォーターよりも水質基準が厳しいの。不純物とかね、毒性のものとかね、入ってるのが少ないよね。で、これで味を一回リセットしたんで、これでまたカップヌードルに戻ります。これでまたね、味覚がゼロに戻ったんで、これでまた一から楽しめます。
そうそうそう、そういえば昨日筋トレ動画初めて上げたじゃないですか。でそんなに僕筋肉量多くないんですよ。そんなに体でかくないんで、少しでも筋肉でかく見せるために動画撮る前にベンチプレスやってたんですよ。ベンチプレスをね2セットぐらいガンガンやって追い込んで、とりあえず胸だけパンプアップさせて、胸だけパンパンの状態で動画撮ったんですよね。だから胸だけパンプアップしてて、なんかバランス悪かったから、そしたらなんかコメント欄にさ、胸がすごい、胸がでかいってさ、すごい書かれてたのね。あれはなんでかっていうと、あのベンチプレスで胸だけパンパンにパンプアップさせたからなんだけれど、やっぱね動画撮る前はね、直前に肩とか腕とかもパンプアップさせて、あの動画撮った方がいいなって思いましたね。そうするとめちゃくちゃでかく見えるんで、多分他の筋トレ系 YouTuber の人もそうやってんじゃないかなと思うけどね。その方が絶対でかく見えるから。だってボディービルとかフィジークの大会出る時って、出る直前まであの筋トレしてパンパンにパンプアップさせてでかくしてからコンテスト出るでしょ。あれと同じでね、やっぱり筋トレ動画撮るとき、あの上脱ぐときは直前までね全身パンプアップさせた方がいいなと思ったんだけど、だけど懸垂やるのにその背中とか上腕二頭筋とかまで追い込んじゃうと懸垂ができなくなっちゃうじゃん、疲れて。だからベンチプレスだけやったんで、そこが難しいんで、やっぱり胸だけパンパンにパンプして肩がすごい貧弱に見えたんで、今度動画撮るときは肩だけ追い込んで出てみようかなってね企んでます。はい、もうそろそろ終わりに近づいてきました。このね具が美味しいですよね。この謎肉っていうのか、これこの謎肉とかエビ、卵、このなんか具がありがたいよね。具が好きな人と具が嫌いっていう人いるけど、僕はね断然具大好き。具があった方がね絶対美味しい。もう麺がほとんどなくなってきました。あとまあもうスープと具だけなんだけど、スープ全部飲む派と残す派の人がいるじゃないですか。僕基本的に残す派なんだけど、今日全部飲んじゃおうかな。やっぱりこれ基本的に僕スーパーアスリートのフィジカルモンスターなんで、健康志向で健康に気遣うんで、これ全部飲むと塩分取りすぎになっちゃうんだけど、今日夏で暑くてね結構汗かいたから、もう塩分取ったろうかな。うん、まあいいか。スープ全部飲まなくても具全部食べたから残しとこう。スープ飲み始めると全部飲みたくなっちゃうから、ここねちょっと押さえておいた方がいい。はい、完食です。ごちそうさまでした。ということで、これからもまたねこの日本人の心であるカップヌードルとかのね食育動画を上げていこうと思います。じゃあありがとうございました。